おはようございます。おはようございます。年の瀬ですね。年の瀬ですよ、もう終わりますよ今年も。いや今年いろいろありましたね。はい、振り返ってどうですか皆さんは。大変やったと思うみんな。いろいろ大変やったですけどね。はい、我々も結構厳しかったですけど ね、なんとかね皆さんのおかげで、はい、続けてくることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、前回挙げた沖堤防での平正人ぶり、無理余韻が残ってるやないの青物の余韻が。いやめちゃめちゃ楽しかったんですよ。楽しかったよ。初めてだったもんね、おかっぽいからね。はい、ってことでね、今日はねこちら船用のね落とし込みサビキになるんですけど、これをちょっと切って、今4本針ついてるんですけど、これを2本にして、これに7号8号の鉛を使って、おかっぱりからの落とし込みってなかなかないですけど、やっていきましょう。やっていきましょう。よろしくお願いします。よし。マー君、タモセンキュー。イエスー、ナイスー。まあまあのサイズ、まあまあいいサイズですね。いいサイズ。食べましょう、食べましょう、これ。はい、了解です。了解です。エギングしております。お塩はどうなのよ。むむむむむむちっちゃいマー君。この時期に珍しいでしょ。逆にでもさっぱりましたねこれ。あ、ギリギリちゃんとギリギリって言うなよな。ギリギリでしょ。ギリギリどんな感じだったんですか。あ、もう全然もう風ビュンビュン吹いてる中でちょっとしゃくってたら、あのもう手前でしたね。手前の方でもうズンってきたんで、パッて思って合わせたんですけど、もう合わせた瞬間はタコかなと思った。後日ということでね、今日は撮影をしております。はい、ヒラメ、はい、厳しい中でね上げましたけど、はい、今見ていただいたのが釣りおさめということで、はい、で今日は年末といったら皆さん何します。食べ物、買い物行きますよね。買い物行きます、買い物行きますよね。で家に帰って何するんですか。大掃除します。そういうことです。そういうことです。なんでね、今日はね、釣り場の大掃除ということで、私たちも1年間こうお世話になりましたからね。はい、そうなんです。やらない前よりやる偽善ということで、なるほど、好感度を上げていこうと、ガンガン上げていこうと行こうと、掃除してるの見てくれ、頑張ってる、もう真面目なんだと、霊魂どっか行ってくれと、見てくれ霊魂と、見てるかな霊魂が、ついてるから、ついてるのずっと、ということで、はい、釣り場の大掃除を始めていきたいと思います。まあ思った以上ゴミないですね。取っていきましょう。手が落ちてますよこれ。あれこれもう錆びきるやつですからね完全に。タバコはやめてほしいですね。そうですね、こういうのは海汚しちゃうから、こういうのを糸くずもやめましょう。こういうのをね持って帰りましょう。持って帰って、皆さんビニールは持ち帰りましょうね、皆さんビニール系は、こういうのも嫌ですね。そうです、もうこういうのは本当にやめてほしい。観光かね。よし、あ、いいのありましたよ。トング。トング落ちてた。こんな感じやばいかも。好感度上がってるよ。上がってますよね。レーコン見てるかな、レーコンが。レーコンもめちゃめちゃ見てるの。見てるよね。こんぐらいいいことしときゃ、年末に。そうです、そうです。来年はいいことあるでしょう。あるでしょう。はい。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。すがすがしいですね。はい、ゴミですよ、ゴミ。
結構あります。今回ね、うん、動画にしたのもある方の言葉がちょっと僕刺さりまして、はい、ボートレースってあるじゃないですか、競艇の、はい、峰竜太選手が言ってた言葉で、はい、やらない前よりやる前、誰か一人でもプラスになればいいと、まあ、もちろん自分自身もそうだし、そのゴミを拾ったことでその地域の住民の方だとか、イエス、はい、誰か一人でも笑顔になってくれたりほっこりしてくれたら、うん、それは絶対的なプラスになると。それが偽善であっても、偽善であってもどういう気持ちであってもやることに意味があると、なるほど、いうことをおっしゃってたんです。なんで今回ちょっと動画にしようと。なるほど。もう年末ですよ。お礼をねちょっと皆さんに言いたいなと思いまして、2020年から僕も顔出しして週に1本あげるっていうことを目標を立ててやってきたんですけど、まあありがたいことに見てくれる方が増えたと。ここもマジありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりこう伝わるんですね、誠意が。こっちもやればもう見てくれる人も一生懸命やってますよっていうのがですね、うん、あとなんかリスナーさんとの意思疎通みたいなとも距離がですね、距離が、はい、それもすごく僕は面白かったかなと思います。リスナーさんとの距離感はめちゃめちゃ近くなりましたね。そうですね、はい、うん、コメントとかね、うん、SNS の DM だったりとか、ね、ありがたいです、うん、ありがたいですね、はい、励みにめちゃめちゃなりますからね、はいはい、2020年皆さんお世話になりました。お世話になりました。マー君なんか、まあ、こう1年通してですよ、はい、週1で、まあ、通してみて、まあ、なんか続けることに意味があるなと、めちゃくちゃ面白い釣りとか覚えたなって思って、うん、そこがやっぱプラスだったかなって今回は、今年は、来年も全力で、そうですね、皆さんと一緒にですね、はい、はい、やっていきたいと思います。全力で走り抜けたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。来年また会う日まで、イエー、バイバイ、チーム。